シェイク・シャリフ・シェイク・アフマドは、ソマリアの政治家、宗教家、ソマリア暫定連邦政府最後の大統領を務めた。かつては、イスラム法廷会議の指導者でもあった。アフマドは、ソマリアの中部シャベーラ州で生まれ、リビアとスーダンの大学で学んだ。アフマドは、当初中等学校で、地理学、アラビア語、宗教を教えていた。アフマドは、ソマリ語のほか アラビア語と英語ができる。アフマドは、当時首都モガディシュ周辺で最も有力だった氏族、ハウィエの氏族ムドゥロードの氏族アブガールの出身。1964年、ジョホールマハダイに生まれる。エジプトのアルイコールアズハル大学の支援を受けた、シェイハスーフィ大学で学び、1992年の後半に、スーダンのコルドゥファン大学に入学する。 二年後の1994年に、ダランジ大学に名を変えたその大学で、主専攻アラビア語、副専攻地理学で学士を取得した。その後は、リビアのトリポリに移り、通信制大学で1998年、法学とイスラーム教シャリアの学位を取得した。アフマドは、ハーフィズ、すなわちクルアーンを、鉛なしの正当なアラビア語で、暗唱できる人と認められた。 アフマドの宗教的素養が高まったため、ソマリアでイスラーム神秘主義教団であるイドリース教団の精神的リーダーとなった。国外留学から戻り、アフマドはイスラム法廷会議に参加し、ジョハールの士族会議リーダーに選出された。その数年後、ソマリアの首都モガディシュで若い学生が誘拐され、その家族に身の白金が要求される事件が発生した。 この誘拐事件そのものは中央政府が崩壊していた当時のソマリアで珍しくもないものであった。しかしこの事件はアフマドの出身部族が支配する地域で起こっておりこの事件がアフマドが ICU の改革を志すきっかけとなった。2004年までアフマドはモガディシュのイスラム会議で数多くいる指導者の一人に過ぎなかった。アフマドは ICU の設立者の一人、ハッサン・ダヒール・アウェイス、あるいは2001年にアフガニスタンでアルカイダとつながりを持っていた、アデン・ハシ・ファラーと当時から親しい友人であり、同志であった。2006年6月、イスラム法廷会議はソマリアの首都モガディ氏を制圧した。2006年9月9日、ソマリア暫定国民政府の前大統領アブディカシム・サラ・ハッサン保護のもと、 アフマドは数名の仲間と共にリビアのスルトで行われたアフリカ連合の行事第7回アフリカ首脳会議に参加した。当時のロイターや BBC のインタビューに対しアフマドはイスラム主義者とソマリア暫定連邦政府の和解のためリビアをはじめとするアフリカ諸国の助力が必要であることをほのめかした。ただし 伝えられたところによると、アフマドがスーダンの首都ハルツームに着いたのは、ソマリア政府と ICU の会合が行われる予定の48時間前であり、滞在時間は24時間であった。しかも、アフマドの主張は従来のイスラーム勢力のものと同様、エチオピアとソマリアとは500年来の敵同士であり、エチオピア軍の行動はソマリアへの侵略であるとするものだった。 対するエチオピア側の主張は、エチオピア軍はソマリア国内で戦闘を行っていないというものだった。結局、両者の間で政府間開発機構主導で平和維持軍を派遣するという合意は得られなかった。2006年12月28日、ICU 軍は首都征服からわずか6ヶ月で敗退した。アフマドはエチオピア軍と戦うことを誓ったが、 ジリブの戦いでの敗北及びキスマヨ陥落の後、アフマドもケニアとの国境付近に逃走した。アフマドは2007年1月21日、ケニアとの国境付近で他の3人のソマリ族と共にケニア警察に拘留された。そしてアフマドは米国ケニア大使と TFG への協力に関して会談した。その間、アフマドはホテルで ケニア当局の保護下に置かれた。2007年2月1日、アフマドはケニア警察の交流から解放された。2月8日までに他の ICU メンバーと共にイエメンに向かった。2009年のソマリア大統領選には多くの候補者が立候補し、当初は票が割れた。第1回目投票ではアフマド215票、マスラー・モハメド・サイード60票。 ヌールハッサン・フセイン59票だった。各人営の様々な思惑があり、最終的には、アフマドとヌールハッサン・フセインとに絞られた。アフマドが、決戦投票で得たのは293秒だった。決戦投票は2009年1月31日の、ことで、アフマドはこの日の遅く、隣国ジブチの検品付きホテルで宣誓を行った。2012年8月20日に、 暫定政権の統治期間が終了し、大統領を退任。9月10日に連邦議会において実施された大統領選挙では、決選投票でハッサン・シェイク・モハムドに敗れた。2017年2月の大統領選挙に出馬したが、落選した。2007年1月の逃亡前の時点で、アフマドには妻と二人の子供がおり、その住居は、 モガディッシュでごく普通のレベルのものであった。11、アリオスマンイー。ヘルプ、ソマリアナウ。ヒーラーン、http コロンスラッシュスラッシュ www.hiiraan.com スラッシュ op2 スラッシュ2009スラッシュフェブラリースラッシュヘルプソマリアこちら。ウ、スプックスリリーブドン2009年3月3日。ありがとうございます。